ペニアフィエルは、スペインカスティーリアイレオン州、バリアドリッド県のムニシピオ。バッカエ族の定住地跡が残るペニアフィエルの歴史は、戦死時代に遡ることができる。レコンキスタ時代、城のある丘のふもとに集落があった。アルアンダルスに対抗する、モンソン白領の要塞として、フィデリペンナが10世紀初頭に作られ、後、カスティーリア白領へ吸収された。このことで、 カスティーリャ博、サンチョガルシアは特別な国境の城を獲得したので、ある。1256年、アルフォンソ10世はペニャフィエルにフェローを授けた。町の偉大なる領主となったのは、アルフォンソ10世の老いにあたるフアンマヌエル王子である。彼は、国内のどこよりもペニャフィエルの居城をお好み、旧世紀以来とされる城を修復した。19カ所の教会、3カ所の修道院。 六カ所の礼拝堂を抱えている事実がペニャフィエルの映画を物語っている。1895年、バリアドリット・アリサ間に鉄道が開通し、ペニャフィエルは後継気に湧いた。製粉工場やビスケット工場では多くの若い女性行員が働いた。町中心のこそ広場。8月13日から始まる聖母と聖六家の祝祭で闘牛が開かれる。ありがとうございます。